明星食品銀座デリー監修スパイシーマサラカレー焼きそば、揚げ麺に液体ソースとふりかけがついていて火薬は最初から入っています。麺は細くて気泡感と弾力感があり、やや頼りない印象です。あまり自己主張しませんが、麺だけで 130g もあるのでかなり食べ応えがあります。ソースは唐辛子の刺激が強いですが、激辛というほどではありません。味や香りの手数は多いです。カレーの香りは中央アジアあたりをイメージさせます。でも旨味の出し方は日本的で、全体としての違和感はありません。具のひき肉は混ぜると拡散して存在感がありません。このため麺だけがやたらと多い印象です。香りに個性があるものの、銀座デリーシリーズの中では異国情緒が薄いと思いました。